続きまして球場の会呼びかけにノーベル賞学科の応援です。ヘルコの基地再建、基地建設の動きはまた今、止まっているという報道になったと思います。私はそのヘルコに行きまして、ヘルコの基地というものがどのように大きい規模の、まあ、アジアでというよりもこの東アジアで最も大きい基地となって、しかもその基地が核兵器の基地である。そこでもし核兵器による戦い戦争というものが始まればですね、まず私は辺野古に核兵器基地が、核ミサイルが撃ち込まれるだろうということを考えざるを得ない。そうしますと沖縄全体を歩き回っていましても、どこにこの放射能の被害からの、まあ、隠れ場所というかシェルターというか、そういうものが考えられない、そういう本当に無防備な場所として沖縄はあるわけです。しかもその沖縄にいつどこから立っていくかもわからない。しかしそこで一つ戦争をする構えをしている米軍というの基地というものがある。そこで沖縄の人たちは、その米軍がある日核攻撃に移るかもしれない、そのように考えられる国からの明らかな攻撃対象となりうるわけです。そういうふうにして今沖縄の人たちがいられる。そう考えると、この近代化の100年の中で沖縄の人たちを私たちがどのように裏切りし続けたか、今一番、もしかしたら今この100年で一番大きい裏切りというものが近づいているかもしれない。しかし、正直沖縄があり続け、そして日本がこのままあり続けるということはありえない。そうしたこの東アジアです、本当にも大きい、危機というものが現れようとしている。そのことを集めて考えていた時代であります。私は今考えますと、戦争が太平洋戦争というものが終わった、とにも敗れたわけですが、それがその時10歳でした。それから70年の間、日本は再分離しなかった、憲法を守った、そしてということが続いてきた。そこで私の人生は80歳のうち最初の10年が戦争をしている国の日本の子供、大日本帝国の子供であり、それからあとの70年間が民主主義の憲法の下の、平和憲法の下の人生だった。このような人生を80年間生きることができたということは本当に奇跡のようなものだったという気持ちを持って、その80歳の誕生日を迎えたわけであります。ところが
今起こっている新しい問題は、法案といいますか、戦争法案といいますか、2つの法案がはっきり国会で、内閣で、そして次には最高裁によって認められることがあるとすれば、私はこの私が実際からあと、こういうものが人間の生きる場所なんだということを考えて生きてきた75年間の平和憲法のもとの日本というものはなくなってしまう。そういう時、自分がどういう抵抗の方法があるかというと、自分にはないという気持ちをつくづく持ったんです。そして今こう行きますと、そこに若い人たちの顔が多くやりました。そして力強い声を発していられます。でこういう時、やはりそこから出発する、その民主主義の基本の力というものがこのようにはっきりあり失われない以上、自分たちがもう老人になった人間がもう希望はないというふうなことを言ってへたり込んでしまうことはできないということです。そして今実は私は出て何か思うこと台がないと本当に立っていられないのでありまして、今私の右下でこの金属の軸を押して立っております。それ以上立っていくためで、そのように実際的にも、それから今度の法案が出てきたことによる精神的なショックというものがあって、私は泣いている人間で、そういう人間として皆さんにご挨拶する、何かマイナスの役割しか発揮していないと思います。しかしこのように力強い会議を、力強い集まりを皆さんが続けていられる、そしてそれが明日も続く、そしてということで、この2つの法案の見通しも新しい見通しができてくるかもしれない。日本人は憲法をすっかり無意味にしてしまうような法案から立ち直って、また憲法の精神に立ち戻る、そういうことができるかもしれない。それしかない、そしてそれしかないということをはっきり自覚して、私たちは皆さんがここにいられると思うのであります。というわけで、非常に健康のはっきりしない、しかも今片手で話しますと倒れてしまいますので、私を原稿を書いて持ってるんですよ。読むことはできないんです。それでここから皆さんのご検討を祈ると、何でも繰り返して、そして今日ここからさらしていただきます。皆さんのご検討を心から祈ります。